はい、こんにちは、レトスノーノです。6月23日の3問に入る前に共有させていただきます。金なし、無名校でもなんで私が東大に、合格勉強法を大公開。このような記事を見つけたんですね。まあ、すごくインパクトある、タイトルなんですけども、ちょっと私も気になってですね、内容を見てみました。そうするとですね、あ、これ宅建の勉強でもつながることがあるなと思いましたので、まあ、今回共有させていただこうと思いました。で、別途ですね、動画作成いたしましたので、最後にお知らせいたします。で、この動画の下の概要欄にも URL 貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。それでは本日の3問に入ります。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を売却する場合について、A が破産手続き開始の決定を受けていると、これを理由に B の代理権は消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。任意代理の場合、本人の破産手続き開始の決定により、代理権は消滅します。一方、法定代理の場合、本人が破産手続き開始決定が出ても、代理権は消滅しません。で、法定代理の場合っていうのは、本人が制限行為能力者の場合なんですよね。例えば、本人が未成年者であって、法定代理人が親だったり、まあ、そんな場合ですね。で、こんな場合っていうのは、で、その制限行為能力者である本人が破産したからといって、まあ、法定代理人がいなくなったら、これ困りますよね。つまり、未成年者が破産した場合、親の法定代理人としての、まあ、代理権が消滅したら本人の未成年者は困るわけなんですよ。だから代理権は消滅しないっていうふうなルールにしてるんですね。で、これ一方でこれ任意代理の場合はそうじゃないよと。本人が破産したらそれ代理権消滅しますよっていうふうになってます。で、今回の問題文でいくとこれ任意代理なんですね。A さんが未成年者だったり、まあ、成年非後見人のような制限行為能力者ではないですよね。そういった記述は書いてありませんので、そうではないと。つまりまあ任意代理。A が A の意思に基づいて B さんに代理権を与えているのに任意代理。だから、こちらの上のこのルールですね。これが適用されて、本人 A が破産したら B さんの代理権は消滅するよと。まあ、従ってこれ丸になるというふうになります。で、これ昨日も言ったんですけども、考え方がわかると、あなたがお持ちの、まあ、テキストに書かれている表とかを覚えなかったとしても、その表が書けるようになるんですね。まあ、今回一部ですね、理解の仕方をお伝えしました。それが制限行為能力者、こっちの場合ですね、法定代理の場合ですね。こっちについてはこのように理解していただくと、もう間違いないと思います。一方、任意代理の方は今回はちょっと解説長くなりますので省略させていただきました。まあ、こういったところもちゃんと理解をしていくってことがすごく重要なんですね。で、私自身、あなたと同じように、表とかって覚えてないんですよ。でも、考え方がわかっているから、その表っていうのはいつでも書くことができます。考え方がわかれば、つまり理解をすれば答えを導くことができるんですね。で、今行っている短期講座、短期集中実力アップ講座では、このように理解をしながら学習するということを行っております。なんで、短期講座の受講者さんについては、受講者専用のメルマガから内容をご確認いただければと思います。で、もしあなたも理解をしながら学習したいというのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、問2ですね。取引証の交付を受けようとする者、括弧、取引資格試験合格の日から1年以内の者、または登録の移転に伴う者を除くは、都道府県知事が指定した講習を、交付申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない。丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。90日前から30日前まで。ここが誤りです。宅建証の交付を受けようとする者、取引証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習、これ法定講習って言うんですけども、法定講習で、交付申請前の6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません。つまり、交付申請する6ヶ月以内の間に、この法定講習を受けてくださいねって話です。つまり、今回の問題は90日前から30日前となっているから誤りなんですね。で、ちなみに、宅建試験に合格した日から1年以内に、宅建証の交付を受けようとする者は、この講習、法定講習を受講する必要はありません。また、ここにも書いてある通り、登録の認定に伴う者、この者も法定講習を受講する必要はありません。で、この本文のように、何々は除くっていう言葉が入ってくると、問題文がわからなくなってしまう方、意外と多いんですね。
あなたもそうじゃありませんでしょうか。まあ、なんとなく問題文のこの90日前から30日前までがこれ違うから誤りと答えているようでは、まあ、本試験で失敗しちゃうんですね。しっかりこれ理解しないといけないんですよ、この問題文を。実はその理解学習を実践できれば、この覗くっていう問題が出ても簡単に理解できるんですね。短期講座ではこのように問題文の理解の仕方、ここもお伝えしてます。理解学習ができれば宅建試験は実は簡単なんですね。なんでぜひマスターしてください。解説の理解だけじゃないんですよ。こういった問題文っていうものをどうやって理解するかっていうところまで自分自身で勉強しないと一向に点数上がってきませんので、もし自分自身でこういった問題文の理解できないっていう方はぜひ短期講座ご検討ください。今からであればまだ間に合いますんで、一緒に勉強して絶対合格しましょう。で、問い3ですね。準都市計画区域においても用途地域が定められている土地の区域については市街地開発事業を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。そもそも市街地開発事業っていうのは都市計画区域内の市街化区域や非線引き都市計画区域で定めることができるんですね。都市計画区域内で定めることができるのであって、準都市計画区域で定めることができるとはなってないんですね。なので誤りになります。で、この問題はイメージできれば覚えなくても答えは導けます。短期講座ではそのイメージの仕方についても解説いたします。で、初めにもお伝えをした通り、金なし無名校でもなんで私が東大に、合格勉強法を大公開。まあ、この記事のタイトル自体はちょっとうさんくさいなって思うかもしれないんですけども、まあ、内容についてはまあ理にかなったですね、あの勉強法です。で、私がそれをまとめておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。